に青木のあきこです。今日は筑水から発売された新型の常用草刈り機フルーティーマサモンをご紹介したいと思います。そして鹿児島1号機が我が社に入荷しました。こちらです。はい、どうでしょう。すっごくかっこよくなったと思いませんか。この正男くんのいいところを紹介していきたいと思います。まず最初に一番私が感じたのはレバーがすごく大きくなりました。これは上げ下げのレバーで上は15センチ下は0センチまで、刈り取ることができます。で15センチあるのでまあ、ちょっと下でここを越えたりするときもスタックすることが少ないです。さらにこれは AWD といって4輪駆動の機械になります。4輪駆動の切り替えはハンドルのそばにありまして、こちらが4輪駆動の切り替えで、こちらにこのピンを抜いて、これでハンドルの位置の調整ができまして、で、このレバーでハンドルの角度を変えられます。そして、ライトをつけたら、メーターが、バックライトついてるので、すごく、燃料ゲージが見やすくなりました。で、警告、充電警告、エンジンオイルの警告、そして横転の警告がついています。こちらの方が、まず前進バックのレバー。普段は足で前、後ろと。ペダル操作で前進バックします。で、こちらは手の甲ですね。で、作業速度と移動速度、高速と低速となります。で、デフロックです。4輪駆動ですけど、スタックすると片輪が空回りしてしまうので、そういう場合にデフロックを入れたらぬかるみから出ることができます。で、こちらはアクセルとチョークレバーですね。で、ブレーキを踏んで、シートにダンパーがついたんですね。こちらです。このようにバネとダンパーで非常に乗り心地が良くなりました。そしてもう一つ気づいたのはハンドルがすごく軽くなったんですね。なので非常に楽に、ハンドルも軽くて座り心地も良くて非常に乗りやすい機械になったと思います。そしてメンテナンス性もいいです。蓋を開けると、中の方が簡単に見えます。そしてこちらで、このレバーで引いたらカバーがオープンします。さらに、こちら。ワンタッチで後ろの蓋が開きます。なので、オイル交換とか日頃のオイルの点検とか非常に楽になりました。で、燃料ガソリンを入れるタンクもすぐ横について非常に入れやすい高さにあります。
カマルス同様に蓄水のこの居合で簡単に内部の交換ができます。これでセット OK です。あとはこの前の方のこのカバー、このつまみを回すと外れてバッテリーとか電気回りが出てきます。いかがだったでしょうか。新型のフルーティーマサオ、とても使いやすく進化しました。